スーパーさ、こっちのスーパー寄る、それとも向こうのスーパー寄る、あのチェイサー買うとき、あ、こっち寄ってほしい、確かに。マイクの近くのディーリーこっちがこっちがいいって言うけど、ちょっとこっちで言う。いや、うん、なんでも言っちゃう、こっちで買っていく、腹減ったじゃん、通り道で目についたら入る、うん、言って言って。What's up, girls and haters? It's hard to say. 前回のタトゥーを紹介している動画にコメントをいただいてるのに気づいてなくて、今回はそれに今回はそれに答えていきたいと思います。まずコメントがちょっと私今手元にないんですけど、日本のタトゥーに対する偏見についての意見を聞きたいですみたいなコメントをいただいてました。ありがとうございます。でちょっと待って、こいつもっと映してみちゃう、これ関係ないって、ちょっと映したいじゃん、関係ない、これ漏れてます、分かった、じゃあそのままで、ここは漏れてない、これ分かった、はい。まずタトゥーっていうのがそもそも地域差はあると思うんですけど、大昔に罪を犯した人の証として持っていたのか、それとも文化とか民族の証として持っていたのかっていうので、かなり地域によってその印象っていうのは変わってくるとは思うんですけど、日本の場合は前者で罪人に罪を入れていたし、現在でも暴力団の人が入れ墨入れてるっていうのも事実なので、すごく抵抗があるのは分かります。で、あ、そう、だからちょっと怖いとかいう気持ちがあるのは分からないでもないんですけど、今文化の多様化とかが進んでいる中で、タトゥーがある人はヤクザっていう偏見を持っている人がもしいるのであれば、それはちょっと古いのかなと私は思いますね。だって現実を見た時に、日本の中でタトゥーを入れている人100人にヤクザですかって聞いて、実際その割合ってめちゃくちゃ少ないと思うんですよ、実際にヤクザの人たちって。もうちょっと進歩があってもいいのかなとは思いますね。ただ怖いとかそういう気持ちを持ってる人たちがいるっていうのもこっちは分かってるから、私たちも場に応じてタトゥー見える服見えない服ってのは選んでるし、多分タトゥーに偏見持ってる人たちって私たちがカッコつけでタトゥー入れてるって思ってる人も多いと思うんですけど、特に私とか後ろにいる彼女の場合とかは自分のために入れてるんですね。別にどこに所属してるっていう証とかそういうことではなくて、気持ちはわかるけど、もうちょっと偏見なくなってってもいいんじゃないかなって思います。それが私の意見かな。ご意見ないですか？ご意見版、ご意見版ない、全て自分でしょ。 OK、 今この辺にボソッと字幕入れて、ふけえふけえ全然オチが考えれないけど、どうしよう、どうする、こっち、ちょっと深いこと言って、うん、ちょっと深いこと言って人たちがバイってやる、深いこと、うん、なんていうの、なんかこの前めっちゃ語りよったやん。え、僕は本当に芸術家だから、芸術家ってこう絵描いてる仕事をするんじゃん、声張って、まあ絵描いてるっていう仕事をするじゃん、だってそれ違った元気ないけどね、絵描いてる仕事とか、まあそういうタトゥーとかもそうだし、僕はアートだと思うから、それはもうなんかね、それを体に刻むっていうのもからしたら、そうすごくいいことだと思う。その表現するとかもそうだし、自己表現の意思だと思うから、それもね、なんかそう人を見た目で判断したり、ね、俺と髪の毛ピンクやし、タトゥー入れてる人たくさんおるし、それでもなんかね、人は見た目だけじゃないっていうかね、なんて言うんでしょうね、なんかな、こう落としきらんと落とせんな落としきらんと落とせんな、人とはっていうことを考えた時にね、結局見た目より中身って思う、他人の目なんかより鏡を見ろって感じ。あ、それいい言葉じゃない、See you! Bye! Bye!